タクミントのメントのセントラル。始まりました。いやそうです、先週まずはごめんなさい、僕のせいでちょっとね一つラジオね撮れなかったんでね。そうですね、申し訳ございません。はい、もう失神してたというか本当に笑えないですけどね。笑えないですけど、本当にマジで本当にコメントでも結構言われてよ、その、はいはいはい、です体調不良多くないですかみたいな結構気づいてる人は気づいてる。そうですね、確かに前回もちょっと風邪ひいててあれでしたもんね、うん、Zoom でのラジオもやりましたし意外と僕って体弱いと思ってたんですけど強いんですね。いや、気を強いんじゃない、意外と引いてないですもん。あ、本当？はい、いやだからインフルエンザとかもかかってたことあんまないでしょ。だって学生の時は、まあ、うん、あった記憶はありますけど、大人なんてがほぼないですよね。はいはい、病気とかもないし、もうないですね本当に、うん、やっぱ気使ってはいますけどね、確かにちょっと、うんうんうん、ちょっとあれだなと思ったら、うん、だから思ったのが、はいはい、左右飲むやん。飲みますね。あれマジで飲むの？左右飲んでます。え、ネタだと思ってんですか？いや、すごいなと思って、この若さで、はいはい、左右飲む人いるなんて。あれ、今日は40、50から飲んでいいやつだからね。あ、制限あるんですか？そうよ。いやいやいや。国が決めてるんだから、左右は。厳しい。左右厳しいっすね。だって俺、飲んだことないんじゃない左右、俺。え？水を、温めて、うん飲むものですよ知ってるわ、あんなもん知っとるわ。サイ飲もうで、はいはいはい、温めて飲まんもんね。だったらそれコーヒーとかさ、あ、ホットミルクとかにして飲む、入れます、何か、うん、でも味はやっぱ欲しいって思っちゃうかも。いや、なんか左右味するんですよ、やっぱりちょっと。いやしないよ、あなた本当に口の中の味でしょ、それ。あなた違うんですよ、もう本当に、うん、水ってそんな味って感じないじゃないですか。感じない。でも左右にすると、うん、やっぱどこか感じますよね。何を言ってんのこの人は。天然水をやってるんですよ僕はいつも左右に、うん、水道水もたまにはありますけど、やっぱ、あ、そう、はい、いい水を温めて。なるほどね、はい、だからそこでやっぱ注意事項としましては、はいはい、俺この前うん、ちょっとね温泉街に行って、あ、そこのお水を飲んで腹下して失神したじゃないですか。水だったらしいですよね原因は。本当調べたら水当たりたんだね。ありますよ。俺知らなくて、俺食当たりはしてるけど、はいはい、水当たりはもう聞いたことなくて。だから水は何でも飲めると思ってたんですね、ネットで。いや、俺は思って何でも、はいはいはい、そんな、一回水でそのお腹下したことないし、うんうん、しかもその、販売してる水ですしね。うん、そうそうそう、はいはいはい、ちゃんと温泉街で販売してる水なのに、うん、ちょっとガブ飲みしたら、ちょっと確かにね、キンキンに冷やして、はいはい、飲んだの、ね。え、それなんでそんな喉乾いてたんですか？いや、朝さ、はい、友達とみんなでバイキング食べて、バイキング、はいはい、お腹いっぱいだなぁ、なんかすごい水干してさ、喉乾いたなぁ、つって、もう、ゴッ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 。バイキングで、ところどころ飲むじゃないですか。夢中だったんですか、食べるの。夢中スイートして、水分取ってなくて。で、部屋戻って、キンキンのもう、はいはいはい、もうアウト終わったよね。へぇー。ほんともう、一気にもう、吐き気きて、はいはいはい、で、吐いて失神して、でも頭打って病院行って、みたいな。もう、多分吐くのが、うん、あれなんですね、きっかけで。うん、なく失神しちゃうんですね。俺はそうだね。だからそう、周りから言われるのがやっぱ自律神経失調症じゃないのみたいな。うーん、やっぱ血もちょっと俺血見たら、はいはい、自分でひげ剃ってさ、はいはいはい、鏡見て、で、あ、ちょっと顎切っちゃったと思って、うん、はいはい、あ、血だ、血、あ、やだ、やだと思ったら目の前がまた紫色になってきて、あ、もうって倒れてるの。怖い。失神すんのよね。いや、僕もまあ失神はするので、その失神癖するんす、があるんです、僕も失神癖はあるんですけど、うん、まあ、注射がきっかけですけど、ね、僕はほぼ注射はないな、俺な。注射打ってないですか、倒れる。注射は大丈夫。逆にね、僕注射がきっかけで、うん、もうそっから打った後、うん、まあ、抜いた後ですね、うんうんうん、もう5分以内には倒れますよね。え、打った後5分以内に、はい、ワクチン打つと、うん、15分とか休憩してください。あ、そうだ、10分、そう、はい、待ってたわ。待つじゃないですか、うん、それ多分僕のための10分マジで倒れますもん、ちゃんと。あ、そう、ここで座っててくださいってこの本も読んでたんですよ、うんうんうん、そしたらもう文字がぼやけてきて、怖っ、耳鳴りして、マジ、もう気づいたらもう倒れてました。はい、それとお化けの声とか聞こえない？聞こえないです。助けて。大丈夫です。取りつかれてはない。あ、違うのね。そこはまた別ですね。はい、別なんだ。いや、別ですけど。だからその、なんか左右を聞いて、はいはい、あ、なんかちゃんと、ね、
湯にしてるから、その結局沸かしてるわけじゃん、うん、はいはいはい、だからまあまあ温度の心配ないかなと思って安心したって話。本当に体が弱いので、うん、血使って左右にしてますし、温めてますよね。腹巻きも常にしてますし、もう腹巻きしてるの？言ってなかったでしたっけこれ。知らん知らん知らん。もうあの小2ぐらいからずっとしてます、ね、マジで全部の季節してます。夏でも？夏もしてます。うっそやろ、はい、だから T シャツ1枚と腹巻き、うん、暑くない夏暑いでしょ、汗だくでしょって。汗はかくんですけど、ないと本当に腹壊しますね。え、夏でも壊したの？壊します。はい、弱、ま、お腹は弱いです。マジでこれマジでジロ行ったらマジでもう入院レベルもうジロなんて胃に入れたらもう絶対入院するよね。ありえますね。お腹弱いならね。なりますね。もう殺人犯になりますね。うん、別にジローで人殺すんだったらありかな。いやいや、ダメです。絶対やめてください。うん、一番あの、うん、こってりしてないのを食べさせてもらいたい。でも分かった、もうゆず塩でしょ、もう分かったって。もうそんなゆず塩なんてもう女性が食べるもの。ゆず塩なんてあなた。いや、ゆず塩やりましょう。ゆず塩で、ゆず分かったよ。今度行こうよ、ラーメン企画でね。いいで、あ、お願いします。行きましょうよね、取りましょう。そうだ、それはね、 YouTube いろんな企画やりたいよね、はいはい、ということで、まあ、うん、一番健康第一ですからね。いや、本当そうよ、うん、本当体はお互い気をつけましょう。いや、マジ本当それ思った、マジで、はいはい、皆さん水気をつけてくださいね。水ね、水当たりあるそうなのね、うん、水当たり、はい、本当にごめんなさいね。ということでね、今日はあの、うん、なんか、うん、やっぱ僕ら芸人じゃないですか、うん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 、でバラエティ番組、あ、はいはいはい、結構、まあ、テレビ見てればやるじゃないですか。そうね、なんか好きなのあるのかなと思って。いや、もうそれはもう圧倒的に、うん、もちろん水曜日のダウンタウンは面白いですね。あれはもう、はい、いや、なんか今見てるテレビのバラエティって多分あれ一択かもしれない。逆に他は見てないですか？あんまり見ない。ネタバレとか見るけど、はいはいはい、そういう本当に本当くだらないことしてるなみたいな、昔で言うそのトリビアの泉みたいな、あ、はい、変な検証みたいな、ね、そうそうそう、はいはいはい、ああいう競技大好きだから。なるほど、もう本当にもうそれしか見ないかもしれない。ええー、いや、そう、え、逆に何見る？僕結構幅は広いんですけど、それほど水ダウも見ますし、あの内村さん好きなんで、僕は、はい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 、イッテ Q とかわらがみ様、はい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 、あとスカッとTV とかは見ますよね。うん、ちゃん好きね。ほんと好きね。内村さんのやつと、うん、最近ハマってるのは、はいはいはい、もう中さんの、おグッズっていうのを知ってます。知らない知らない。あ、知らんわ、おグッズ。おグッズっていう30分番組なんですけど。え、あ、ね、地上波？地上波でやってます。深夜なんですかね。はい、へぇ、知らんかった、それは。はいはい。うん、あれは、うん、めちゃくちゃなんか本当にほっこりしながらなんか笑えるというか、うん、この優しい笑いは本当に忘れられますね、うん、なんかいろいろ。どういった内容なの？例えばその道具紹介して楽しいよ、はいはい、みたいな。もう中さんがひたすらボケ続けるんですけど、どっかのロケに行って面白そう。でツッコミ芸人が一人いるんですよ。あ、いるんだ。シソンヌの長谷川さんとか、お、向井さんとかが出てきて、うんうんうん、で、突っ込むというただただそれだけの番組なんですけど面白そう。めっちゃゆったりしてて、本当に深夜とかにぴったりなんでね。あ、そう、おすすめですね、僕は。あ、見たいかも、そういうの。ちょっと見たいわ。うん、あと根本的にやっぱ俺ホラーが好きだから、はい、夏、うん、基本ホラーって夏多いよね、テレビの番組特番とかさ。夏の時期多いですよね。あれ絶対もうさ、もう春夏秋冬どこでもホラーをぶっ込んでほしいんだよね。あ、そんな欲しいんですか？もうマジ欲しくて。え、ホラー映画とかは見ないですか？あ、見るよ、バリバリ。そっちも見るんですか？もちろんもちろん。例えば韓国の結構その、はい、タンスっていうホラー映画とか知らないでしょ？うわ、知らないです。大好き。タンス、タンス、ひらがな、漢字だよ。だそれ、ひらがなって叫んだよって。いやいや、そんな怒るとかじゃないですよ、それ。でもね、そう、日本の映画そうなんだよね。韓国の方がなんか、はいはい、意外と凝ってるんだよね。ああ、韓国映画もうなんかほんと不気味だし、ちゃんとグロいし、狂気的、猟奇的か、すごいの、なんかほんと気違いの、ほんとにもう、韓国うーってなんないですか？胸痛くなんないですか？あ、それがいいのよ。いや、ちょっと怖いかもしれないですね、この方。サイコパスな気質あるかもしれないです。サイコパス診断とかやりましょう、今度。聞かせで。8割当てはまる。じゃあそうですよ。これそう、これ。じゃあそうですよ。8割はくだらないと思います。いるな、
いやすごい、あ、うん、じゃあ冬じゃない夏の時期の本コアとかを見るってことですね。あ、もうめちゃめちゃ見る。本コアも好きだし、あと世にも奇妙なものだったね。もう楽しいよね、そっちね、あの武器もう意味わかんない系がもう好き、はいはい、でもあれ結構旬ななんですかね、うん、女優さんとか俳優さんが出るじゃないですか、うん、それもまたいいですよね。そう、確かに。だからさ、うん、今年の夏はさ、おタクメトレ出ましょうよ。ちょっと言わない、世にも奇妙な駅編、駅編絶対いいじゃないですかねえ。ちょっとなんかフジテレビのスタッフさんお願いします、ね、お願いしますよ。まだ7万人ですけどお願いしますよ、はい、ほらしっかり演じますので、ね、しっかり演じますお願いしますよ。だからね、はい、だからその結局テレビ離れしてる人多いじゃん、うん、多いですよね今。そこにやっぱ僕俺も結局その芸人のくせに結構テレビ消して、うんうん、YouTube 見たりとかしちゃってるんだよね、はいはいはい、芸人としては良くないことではあるなと思いつつも、うん、見ようとは思ってるんですね、なるべく。もちろん見ようと思ってるんだけど、うん、なかなかねっていう。やっぱそうですよね、なんかあの、うん、まあ、最近 TVer でいつでも見逃し配信してるじゃないですか。うんうん、そうね。だから本当おかげで見れるんですけど、減ってはきてますね、確かに。あ、やっぱ減ってる気温も完全に、うん、やっぱ YouTube とか、それこそアマプラだったり、そっち系ばっか見ちゃいますよね、うん、なるほどね、うん、え、思うんだけど、じゃあ、はいはい、自分の YouTube を、はい、結構見たりする時間もある、うんうん、過去の動画を見て、あ、なんかその振り返ったりとか、そういう時間もあるの？ありますね、その、あります。過去に上げて、うん、過去の中でもちょっと人気だったのとかは見て、なんでだろうっていうのは考えたりしますね。あ、そうか、研究してるんだ。研究はします。あ、すごいね、うん、なるほどね。楽しくは見れないですよね、もう自分のは。いや、私、結局そうだよね、そのコメントも改めてさ、皆さんからいただいたコメントを、うん、ありがたいことたくさんコメントいただけるじゃん。はいはいはい。だからそこも見直して、はいはい、あ、こういう意見大事だなっていう思うこともあるしね、うん。そうですね。そこは結構見直すっていう意味ではコメント大事かもしれない。本当に皆さんのね、コメントは大事ですね、うん、そういうところ。で、僕も最近、うん、あっちゃん。ああ、中田さん。そう、中田さんの YouTube、まあ、ちょくちょく見させてもらうけど、うんうんうん、やっぱそのコメント、視聴者さんのコメントは必ず全部にいいねしろっていうなんか動画があって、それは結局いいねすれば結局本人がいいねしてるわけだから、うんうんうん、その方がファンもつくし、登録者数が全然伸び違うなって。だ、それ、確かに通知来ますもんね、いいねされてたら、うん。そう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 。それは確かに本人から来たらっていうのはあるんですね。うんうん、だから俺暇あれば、はいはい、結構ご飯食べて、あ、お腹いっぱいってなった時に、うん、ちゃんと携帯見て、はいはい、コメントそのいいね押してないとかあれば全部まあ隅から押したり、なるほどなるほど、そういうことをもう仕事としてちゃんと、はい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 、感謝の気持ちと仕事としてもバーッとちゃんといいねつけるようにして、うんうん、あ、それ大事ですね。僕ちょっと見切れてない部分もありましたね、最初の段階は見るんですけど、ちょっと後々、うん、後からもしてくれる人たくさんいるじゃないですか、うんうん、そうね、そうね、そこまでは見れてなかったですわ。でしょ、本当に良くないよ、はい、ちゃんとダメ出しです。本当にしっかり見ますので、皆さんこれからもコメント送ってください。お願いします。二人とも見てますからね、皆さんね、はいはい、お願いします。しっかり見ますからね。だから勉強になるよね、いろんなね、今ね。本当ですね。どんな動画見ても、テレビ見ても動画見ても勉強になる世界だから。そうですね。本当に本当にやっぱ。うん、怖い話？え、何？怖い話今のめっちゃお笑いの話だ。今のめっちゃお笑いの話です。今のまめっちゃホラーの話から出てるじゃん。絶対のまないですから。違うの？ホラーではないです。本当に。違うの？なんだよ。いいよ、ちょうだい。さんまのお笑い向上委員会の話しようとしてたの。がっつりお笑いやん。しづらいじゃないですか。がっつりお笑いやん。がっつりお笑いなんですけど、うんうん、あの番組見たことあります？もちろんもちろんもちろん。あれよ。えぐくないですか、あの戦場、お笑いの。いや、あれすっごいよね。いや、あそこにいざポンって放り出されて、ここにさんまさんとか行ったら何ができるかなって思いますよね。いや、確かに。でも結局俺たちみたいなこのキャラ濃い、うんうんうん、その駅員芸人だったら別にあそこにモニター横芸人にいてもおかしくないじゃん、うんうんうん、正直キャラとしては。確かに。だからそこは正直狙ってるんだけどね。確かにギャグだったり、ちょっとしたネタできますしね。そうそう、できるからさ、なんか来ないかなと思ってんの、うん、なかなかオーディションが来なくて、はいはいはい、あそこだってベテランさんがさ、あんな汗流してさ、みんなでボケ合うじゃん。やばいっすね。あれ本当に若手芸人絶対見た方がいいよね、ああいう番組ってね。あんな今田耕司さんが汗だくでボケて突っ込んでさ。本当ですよ。すごいですよね、あれ。あれは面白いわ。いや、本当とにもう半うん、さんまさん、うんうんうん、すごいですよね、やっぱり。さんまさんはすごい、本当に。なんなんすかねって思いますもん、あれ見てると。なんかそれこそ昔のテレビ企画の番組で、はいはい、明石家さんまさんが1日にどのぐらい喋ってるのか検証みたいな、うん、朝から本当24時間ずっと検証してるなんか番組があって、はいはいはい、で
専門家さんが、はいはい、明石家さんまさんの人も付きっきりで音だけ拾うようにして、はいはい、ずっと書くか明石家さんまさんの喋ってることバーっともう一日ずっと書いてたら、うんうんうん、あれだよ、国語辞典の太さになったんだよ、うん、さんまさんの量一日の一日でこんなやっばすごくない超喋ってんだよ、だから途切れなくてもないっすねそう、国語辞典ぐらいの本当にこんなびっくりしたよ、あれ見て衝撃いやでもさんまさん本当に僕もちょうど中田さんの動画この間見て、聞く力みたいなの見たんですけど、聞く力、見てないですか？あ、見てない。聞く力が9割みたいな見てないですか？あ、聞く力ね、聞く力、あ、聞く力ってなんか誰か知らないけど急に女性出てきたから何だと思って、違う、聞く力です、聞く力です、すいません、聞く力が人間は9割ですみたいな本の解説してたんですけど、うん、あのさんまさんは喋るのが上手いのはもちろんですけど、うん、聞く力がずば抜けてるんだ、プロだって話してたんですよ、確かにあの聞く人が、うん、さんまさん、うん、だから、うんうん、みんなあれじゃないですか、周りはどんどん変わってっても番組面白いじゃないですか、うん、あ、面白いそう、確かに確かに本当に聞くプロなんだなって思いましたね、さんまさんって、聞くプロね、はい、うわ、そっか、だって聞かないことによってもう答えられないよね、そうです、そうです、なるほどね、みんなに言っても面白くしてくれますし、聞き出しますしっていう、なんか確かなんか笑うあのタイミングもなんか計算されてるもん、うん、いや、マジでそうですね、なんかいいっすよね、笑うのもあれももうあれは本当にすごいなって言ってましたねあ、やっぱそうでしょ、はい、笑うタイミングってもう計算して笑うもんじゃないけどね、いや、そうですよね、そこができるのってすごいよな、いや、やっぱでもあれですよね、人があのわざとでも笑ってる、うん、まあ、演技だとしても、うん、テレビ局とかで笑うじゃないですか、うん、笑う人もいるじゃないですか、それがあるかないかでパフォーマンス変わるって言いますもんね、うん、あ、なんかそのモチベーションっていうか、モチベーションこっちの面白さも変わってくるって言いますね、なるほどね、はい、なるほどね、だから正直やりすぎぐらいあるもんね、スタッフさんがそうです、そうです、ダーハーハーでも大事なんだと思いますよね、なるほどね、はい、じゃあ今後なんかこのラジオに後ろになんかエキストラつける、つけましょうね、なんか雇ってさ、なんかいや、だってそしたら、ね、多分もっと楽しく面白く話せるはずですよ、ってことよね、はいはい、あ、なるほどね、今だって誰もいないところで僕ら二人でこう話してるだけじゃないですか、確かに確かに、ここに笑い声あったら違うと思うんですよ、あ、ほんまやね、はい、なんか URL 貼る、エキストラ事務所のなんかホームページみたいな、なんかやります、なんかね、来てほしい、エキストラ来てほしいっすわ笑ってくれる、ね、嘘でもリアクションあったら僕らも楽しいですから、まあ、そうだね、そうだね、はい、え、でも、うんうん、エキストラで思い出したけどさ、はいはい、俺ずっとエキストラやってたのよ、え、吉本 NSC 入るまで、はいはい、3年ぐらいずっとエキストラの経験があって、え、実はエキストラのバイトですか、もうバイト普通、何のエキストラ、あの再現 VTR の、はいはい、例えばその本当にカフェにいる本当お客さん役とか、ああ、はいはいはい、ずっとやってたの、見切れてるような後ろで、あ、そう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 、はいはい、え、それ聞けない、あのエキストラ、あ、ないんだ、やってたんですかそれ、もともとやっぱ俺ミーハーだったから、はいはい、とりあえずテレビ出たいと、はいはい、で、テッドルバック出るんだったらもうエキストラだなと思って、うんうんうん、ずっとなんかやってたし、はいはい、たまにはそのメイン級の俺がその主人公のエキストラとかやったりもしてて、はいはい、じゃあ残ってる可能性あるんですか、その再現分とかに、あ、全然残ってる、今度見せるわ、ちょっと見せてください面白面白い、じゃああれ、 あれですか、なんかあの世にも奇妙なとか、うん、まあ、あれはでもあれですけど、あれはないな、出たことはたまにあるじゃないですか、そういう再現部位を入れてる番組とか、うん、あ、でも結構あの仰天ニュースとかですよ、あ、仰天ニュースとか、そうそうそう、学生役でさ、なんかその太った女の子を、はいはいはい、なんかそのボソって悪口みたいな、はいはいはい、通りすがらに、なんなのデブとか、うわー、そういう、うまそうですわ、その役なんでだよ、抜擢じゃないですか、なんでだよ、なんでうまそうなんだよ向いてますわ、一番その役うん、自分も思ってる、それはうまいんだろうな、そういうのなんか得意だなと思って、あ、すごい、どうやってた、だからそれがちょっと、はいはいはい、意外とその NSC 入った時にスムーズにこうなんか演技コントやってたから、あー、なるほど、意外とそこは経験として結構3年間もしてたからさ、意外とそんなにコントに入れたなっていうのはある、あ、そうなんですね、うん、え、じゃあそういう嘘で笑うっていうのもあったんですか、実際、あ、もちろんあって、その番組観覧も何回も行ったしね、それこそ、行った行った行った、で笑う練習とか行ってさ、うわー、全然ですよ、ちょっと、うん、いいですね、それちょっとやりましょう、今度、だから今度やるから、ちょっとそういうなんか何人か集めて最初あの、うん、芸人仲間でもいいですか、あ、まあそうね、そうね、はいはい、身内から固めてさ、はい、笑う練習スタートして、やりましょうよそれ、30分みっちりちょっと教えるわ、教育するわ、笑うって深いんだから、笑い声って本当、まあ、何パターンもあって深いんだから、本当に教え込むよ俺は、いや、ちょっとその回であの今度長尺で撮ってください、あ、いいね、いいね、はいはい、
面白そうっすわ、それ。確かに、面白そう。おもろそうだね、多分ね。だから結構、そういう、さんまさんのね、すごさもテレビじゃないと見れないですから、やっぱり。いや、まあそうだね。だから、売れてる人の共通点って何なんだろうね。こうまで俺たちはさ、もちろんテレビで売れてないわけじゃん。はいはいはい、はい。何なんだろうね、売れてる人って。売れてる人の共通点。でもよく、あの、聞くのは、はいはい、あの、本当に、腰が低い。あ、聞きますよね。あ、よく聞くね、それね。で、もう、何ですか、対応が素晴らしいというか、はい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 、本当に物腰が柔らかいっていう人が、ちゃんと売れてるなっていうのを聞きますけど。うん、確かになんか売れてる人とか、うん、AD さんとかにもすごい優しいっていうね。そうです、そうです。AD さんも座ってていいですよとかさ、うん、そうです、そうです。言うらしいもんね。やっぱりそういうのは大事なんだなとは思いますから。だから結局人柄ってことでしょ。人柄ですよ。ってことよね。だってテレビ局の人も人間じゃないですか、全員。うん、うん。もちろん。いや、そうだね。この人と仕事したいと思わないと、確かにならないですから。そうだよね。うわ、そういうことか。なるほどね。そうですよね。だからもう僕らはもう磨き続けるしかないですよね。いや、ほんとそうよ。はいはい、YouTube というね、そのまずしっかり土台作って、はいはい。で、いつかこの、俺たちがね、今まで頑張ってきたショート動画とかをさ、うん、あのテレビのスタッフに見てもらって、うん、はいはい、いただくとかさ、そうですね。そういう流れもあるわけだからさ、はいはいはい、頑張りたいね。本当に頑張りたいですよ。頑張りたい。いやもう本当にこの野心でやっていきたいですから僕ら、うん、だから本当結局、まあ、皆さんも分かってるんでしょうけど、うんうん、僕らは売れたいからこうやって会うわけでね、こう週1ぐらいでね、頻繁にだから本当じゃないと本当会わんもんね、うん、そうですね、そんな一人やると思うしな、うん、だから本当全く同じだからさ、何もかも、いや本当にそうですよ、ここまで改めてやっぱそうね、登録者数もそうだし、うん、やってることにそうだしさね、マジでそうですよ、うん、本当合わない理由がないというか、うん、うん、売れたいからね、共に、いやもう本当にあれですよね、うん、テレビ番組それこそ2人の冠とかやってたら鉄道系とかも最高ですよね、いや出たいよ、うん、そうよ、まあ、相方さんもねいますから、うん、そのキノコさんも、うんうん、あ、そうね、そうね、いますので、そうよ、そうよ、そういうレギュラーメンバーとかで一緒になれたらめっちゃいいですよね、確かに、確かに、はい、だけどありがたいよね、今回あの俺が名古屋でさ、うん、そのメディア出演が決まってさ、うんうんうん、この前も打ち合わせ、報告したんですか、それは発表したんですか、うん、とそれは、まあ、発表まだしてないけど、まあ、番組さえ、はいはい、番組名さえちょっとなるほどなるほどなるほど大丈夫だから、はいはいはい、その時も結局名古屋でさ、こう新幹線で一人で行くわけじゃん、はいはい、一応その司会みたいなのやらせてもらって、うんうんうん、やっぱ一人でやるって なる時にさ、カメラがあって一人でこう、はいはいはい、さあ始まりましたみたいな始まるんだけど、うんうんうん、はい、隣にキヨがいてほしいいやー、ちょっと嬉しいですね。そう思ってもらえるだけで。ちょっとまあ、リアルそう思うと思うんだよね。やっぱ一人じゃやっぱこう、ね、隣にもうこう、たかんぼいがいるのが慣れちゃってるから。はいはい、はい。一人で、うわ、なんかあたふたしそうで怖いよね。いやいやいや、もう本当に、頑張りましょう。いや、ほんまに。それは絶対来ますから、その時。そうそう、本当そうよ。はい、だからね、何回も言うけど、11月に、あの、ね、うん、一応その、オーディションがあったじゃん、はいはいはい、フジテレビでオーディションがあったけども、うん、その結果がやっぱまだ出てないってことは、うん、スタッフさんまだ考えてくれてるっていうのはあるからまだ悩んでくれてるだけありがたい話だ、一回待ってください、確認なんですけど、何細かすぎての話ですか、そうですよ、もうだって不採用の連絡来てないから、違う違う違う、12月に放送終わってるんですよ、これ去年12月に終わってるんですよ、放送は。え、はい、え、ってことは何、俺たちの出演を、いや、出演はもうないです不合格ですよ、ないの、え、だって結果は来てないんですよね、でも来てないよ、だってでも放送が終わっちゃってるんですもん、だって出るための特別枠とかないないですよ、アメバ限定とかさ、いや、ないです、ないです、へぇ、うん、だからもう来てないってことはもうそういうことですよっていうことだと思います、うん、今初めてショックですやっとリアルに、うん、もう2ヶ月3ヶ月ぐらい経ちますよあ、そっか、うん、くそ、でもこれからもね受けようね、うん、本当にオーディションは、ぜひぜひ、もうここからどんどん僕らの YouTube も伸びてきて、うん、いや、もちろんもちろん、はい、4月にだって10万人いきますって掲げたわけですから、はいはい、行くしかないよね、したらもうここまで来たらテレビ局の人も見てくれてますよ、うん、きっと、そうそう、だからどっかの噂か分かんないけど、やっぱ10万人ね、行った人からなんか優先的に声かけるみたいなことを聞いたことあって、うんうん、それテレビ局のそういう方たちって、なるほど、だからそうだね、やっぱ10という数字はめちゃめちゃ俺たちにとってでかい、はいはいはい、いろんな意味ででかい数字だから、でかいですね、ここは本当ものにしたいよね、本当メディア出演っていうところで、うん、10万人やな、最低でも絶対行きましょう、ここは行きましょう、行きましょう、はい、ほんまに大
誰が見てるか分からんよ今。いや本当ですよね、これ怖いですよね、うん、この視聴回数の中に誰が入ってるのか分からない。確かにそうだよ。そうか、面白い。7万5000人もいたら、そうですそうです、何人か芸能人の方が登録してくれてる可能性があるよね。ありえますし、確かにテレビ局のプロデューサーさんとか、うん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 、ディレクターの人が登録してる可能性もありますし。確かにね。でもあれってさ、一応全員分のなんか確認できるよね。あ、本当ですか、ね、名前とかですか。そうよ、なんかパソコン、俺の携帯からもなんか全員の一応登録してる人を全員確認できる。知らなかった。知らなかったです。あ、マジで。名前が出てくるんですか。あの、出てくる出てくる、名前、アカウントも全部出てくる。そうそうそう、7万5000人の名簿がバーンって、まあ、出ちゃう。そうね、そうね、すげえ。そんなもちろんマジマジ見ないけど、はいはいはい、そう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 、出てきて、ああすげえ見れるんだと思って。え、じゃあ分かんないですね、もしかしたら、うん、ポッ出てきて、いや、あれよ、星野源、うわマジ、あれ加納姉妹なんでですか。初めて聞きましたよ。好きでしたっけ、加納姉妹。え、そんなことない。加納姉妹さんが好きでした。いや、そんなことない、そんなことない、マジでですけどね、うん、だって僕のだってインスタの駅員あるあるの動画も、うん、だって鈴木福くんいいねしてくれたんですよね。いいねしてくれたりとかさ。いや、すごいですよ。あと浦和レッズの、 あの牧野選手、サッカー、ああ、はいはいはい、牧野さん選手とかもいいねを押したりしてくれて、それこそね、星野源さんも俺の動画をインスタの、ね、はいはい、ストーリーで紹介もしてくれたしとか。だから目には通ってるんですよ。そうそうそう、徐々にね。すごい来てますよね。まだまだでございますけどね。マジで行くしか、夢は大きくよ、本当に。だから本当に星野源さんと共演が本当に夢でいいんじゃない、うんうんうん、本当ですね。それは本当に、はいはいはい、何言ってんだこいつと思われてもいいから、今のうち言っといてさ、はい、本当に叶った時に、ほら、絶対そうですね、星野源さんと共演、内村さんと共演っていうのはあります。僕はそうね。他は何かいる共演したい人ですか。そう、二方以外にも、他ですもんね。絶対動揺してるよね今。明らかなポリポリある。明らかなポリポリでしたよ今。ちょっと本当極端なんですよね僕、本当に。本当に極端で、もちろんね、いろんな方と共演したいですけど、うん、うんうん、まあ十分だけどね。そうですよ、本当十分ですよね。確かに内村さんと星野源さんっていうところ。いや、ごめん、十分すぎたわ、うん、そうだわそうだわ、本当に俺が欲張った、申し訳ない。メトロさんはあるんですか、うん、一番やっぱ今共演したい人って。ポリ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 。あからさまに出てますよ、さっき言った人が。いやいや、一人も出ないってやばくないですか、ちょっと。あ、でもそうね、俺意外と、はいはい、この芸能人が大好きとか意外とないんだよ、意外と。だからこれでパッと出ないかも。あ、もう本当に全般にもテレビに憧れがあっていうところがあるんですね。そうそうそう、みんな芸能人好きだから、なんか意外とそう、うん、特定で星野源さん好きとか俺あんまなくて。俳優さんも女優さんもないんですか。ない。だけど、うわ、はいはい、そうだな、うわ、パフュームさん。あ、すごいですけどね、まあ、学生の時からやっぱ聞いてたんで、好きなんですね、パフュームさん。パフュームさんは好きかな。パフュームさんと共演したら本当に嬉しいですね。いや、嬉しい。あとやっぱそのもちろん大物芸人の方だよね、もちろん、はいはいはい、ね、タモリさんもそうだし、ビートたけしさんとかさ、はいはい、もちろんさんまさんと共演できたら、そりゃもう、もうそりゃもうそうってことよね。あの、松本さんの最近番組知ってます、うん、松本、違う、中井、松本ナイト、野球のやつかな、違う、松本、中井か、うん、知ってるよ、知ってる番組、知ってる、中井さんと松本さんの、知ってる、知ってる、で、2人が対談するっていうので、うんうんうん、この間、千鳥の大悟さんと、長渕さんが対談、うん、夢のコラボ、共演とか言って、そこでトークしてたんですよ、やば、だから、いつかそういう場所で呼んでもらったときに、うん、あり得るかもしれないですよ。いや、ほんと、あると思うぞ。うんうわー、どうする。逆にそのそれこそオズワルドのあの、うん、兄弟、うんうん、伊藤さんね、伊藤さんと、うん、もう一人の、うん、女優さんやってる、うんうんうん、サナさん、ね、あ、そうですね、うん、が二人で出てたので、うん、兄弟で、マジ、なんでそういうコラボもあるんで、もし、うん、わかんないですけど、何十年後かに僕とメトロさんでそこで呼んでもらったら泣いちゃいますよ。いや、泣いちゃうね、ほんと、はい、うわー、タクメとタクメと、まあ、一応ね、親しみ込めてタクメとって呼んでくださってるからさ、まあ、俺たちが勝手につけたんだけどね、はいはいはい、それでタクメとで浸透したらいいよね。本当ですね。もちろん芸能界でも活躍して、うんうん、全国のやっぱその鉄道関連のさ、お仕事もいただけるようになってきたら、もう本当ですね、それこそ本当一番やりたい仕事ではあるからさ、うんうんうん、本当 JR 九州さんからのなんかイベントの仕事とかさ、うん、JR 北海道とかさ、いいですね、
いやどこへでも行きますからもう。どこへでも行きますはい。マジで行くんでお願いします。いやぁ本当にそれが一番の夢だよね今ね。マジでいいですね。でもこんだけ夢が出てくるってやっぱり、いやいいことですよね。いやそういうことなんだよね。これ夢出てこなくなったら本当にそれが多分やめ時だと思ってて。確かに夢が出なくなった。夢が出なくなったら絶対芸人やめ時だった思う俺は。うん、そうですね。はい。はい。はいはいはい。よいしょ。ということでね、やめ時が来ましたね。うまいね。まとめ上手ね。やめ時来た。やめ時が来ましたのでね。来ましたね。はい、はいはい。僕らはね、夢に向かって、はいはい。これからも頑張っていきたいと思います。はい。今日もご視聴ありがとうございました。シェイシェイついでに恋ダンス。明日に向かって進めたら、バイバーイ。反対は、いいバイバーイ。ダンスと。ちょっとついやっちゃいました。